回はハイブサーバーに今後登場する、新ミニゲームのベッドウォーズに関する最新情報を、お届けしていきたいと思います。ベッドウォーズが追加されると同時にトレジャーウォーズが削除されます。トレジャーウォーズが削除される理由などは、こちらの動画で詳しく解説しています。リリース日が発表。ベッドウォーズがいつ登場するのか、今回発表されました。ベッドウォーズは今年の3月29日金曜日に登場します。日本時間だと最低でも3月30日、午前9時までには登場すると思います。登場まで2週間もありませんね。WXP が開催。そして現在、トレジャーウォーズではベッドウォーズが登場するまでの間、もらえる経験値が2倍になる WXP が開催されています。レベルを上げたい方はベッドウォーズが来るまで、効率よく上げることができますが、さらに効率を上げる方法が他にもあります。ハイブプラスランクを持っている人は 1.5 倍、10日以上連続でログインすると 1.1 倍、1時間の XP ブースターで 1.5 倍となり、最大で 3.1 倍の XP ブーストを有効にすることができます。ハイブプラスランクはストアから購入でき、XP ブースターはストアから160マインコインで購入できますが、一つだけ無料で購入することができるものがあります。また、クエストストアから200クエストポイントで購入できます。今回はクエストストアで購入してみます。購入できたら次は有効にします。XP ブースターの使い方はチャット欄にスラッシュ、ブースターと入力して、利用可能と書かれてあります。そこをクリック、はい起動しますをクリックで発動されます。発動すると1時間の間 1.5 倍の XP が獲得できるようになります。トレジャーウォーズに参加した時に表示される、ブースターのパーセントが 50% 分上がっていれば、現在発動されているかがわかります。注意してほしいのが起動している1時間の間は、ハイブサーバーから離脱している時も時間は経過するので、1時間連続で参加する時に使いましょう。ベッドウォーズが登場すると、トレジャーウォーズのレベルを上げることで入手できた、レベル75で入手できるコスチューム、ハブタイトル、アバターや、プレステージを解放した時に入手できるアバターとハブタイトルが入手できなくなります。公式サイトで報酬を確認することができるので、URL を概要欄に貼っておきます。特別な報酬。トレジャーウォーズを遊んでいるプレイヤーは特別な報酬が用意されています。これらの報酬はベッドウォーズのリリースをしばらくしてから配布されます。トレジャーハット。トレジャーハットは、2023年1月1日から、2023年9月1日までの期間統計された、リーダーボードの順位により入手できます。このリーダーボードの基準はおそらく勝利数です。上位1000名にはエメラルドトレジャーハット。上位1万名にはダイヤモンドトレジャーハット。上位10万名にはゴールドトレジャーハットがもらえます。今後数週間以内に報酬の対象となるプレイヤーのリストを公開する予定です。この動画を見ている人の多くは最低でも、ゴールドトレジャーハットはもらえると思います。レベルハブタイトル。すべてのプレイヤーにトレジャーウォーズのプレステージを含んだ、最終的なレベルのハブタイトルが入手できます。現在の最高レベルはプレステージ5、レベル100なので、これを目指したいプレイヤーは急ぎましょう。ベテランハブタイトル。すべてのプレイヤーはアカウントが最初にプレイした日付から基づき、トレジャーウォーズを何年プレイしたかを示すハブタイトルが入手できます。XP ブースター。プレステージをしているプレイヤーには、各プレステージ1つにつき、1時間の XP ブースターが10個配布されます。プレステージ5だとレベルに関係なく、50個の XP ブースターがもらえます。また、プレステージを1回もしたことのないレベル100のプレイヤーにも、10個の XP ブースターがもらえます。プレステージをすると限定のハブタイトルとアバターがもらえるため、削除されるまでには解放するのをおすすめします。新たな要素。昨日公開されたベッドウォーズの新たな画像には、驚くような新要素が盛りだくさんです。まず一つ目の画像です。こちらはトレジャーウォーズデュオのマップ、シティスケープが映っています。いくつかのトレジャーウォーズのマップはベッドウォーズにも、改良されて登場することが発表されています。一番手前のベッドはトレジャーウォーズの宝と同じで、これを破壊されてしまうと、復活できなくなる感じだと思います。トレジャーウォーズと違うのは宝は1マスなのに対して、ベッドは2マスあるということです。つまりブロックの置き方が微妙に変わってきますね。このベッドはレベルを上げることで様々なベッドに着せ替えることが可能なので、どんなベッドが登場するのか楽しみです。中央にはアイテムショップの NPC がいて、トレジャーウォーズの豚さんとは違う見た目をしています。もしかしたらレベルを上げることで、様々な見た目に着せ替えられるかもしれません。二つのエンダーチェストはトレジャーウォーズにもあるので、今まで通りアイテムを預けるときに役立ちそうですね。左を見てみると新たなジェネレーターと思われるものがあり、鉄インゴットを生成しています。トレジャーウォーズではチームの島に金インゴット、
隣の島にダイヤモンド、中央の大きな島にエメラルドがあり、3つの通貨となる鉱石がありましたが、レッドウォーズでは新たに鉄インゴットが登場するみたいです。後に紹介する2つ目の画像には、金インゴットの存在が確認されています。公式サイトにはジェネレーターをアップグレードして、新たな通貨を生成すると書かれているので、ジェネレーターレベル1は鉄しか生成されず、レベル2以上になると金やダイヤモンドなどが生成されるのかもしれません。ジェネレーターのアップグレードはメガモードだと効果的ですが、ソロなどでは比較的にメリットがあまりないように思えたので、どのようなものなのか非常に気になります。新たな要素。2枚目の画像がこちらになります。こちらではアイテムを購入するときの画像みたいです。特に注目するところが新たな UI のアイテムショップです。現在のトレジャーウォーズではこのようになっていますが、新 UI は Java 版のハイピクセルサーバーのようになっていますね。このアイテムショップは設定を変更することで、古いバージョンに戻すことができるそうです。さらに新アイテムも複数確認することができます。一つがトロッコの羊毛です。トレジャーウォーズでは金を5つで32個の羊毛が購入できましたが、新たに16個のものが登場しています。ゲームが始まってすぐ32個の羊毛を購入できるのに、なぜそれを少なくしたものを追加するのか、誰も買わないんじゃないかと思うかもしれませんが、おそらくアイテム全体の値段が高くなっているからだと思います。画面上では木材を買うために10個の金が必要となっていて、木材の数も値段もトレジャーウォーズと全く変わっていませんが、金インゴットを入手するためにはジェネレーターをアップグレードする必要があると、仮定した上で予想すると、この羊毛は鉄で購入することができ、トレジャーウォーズよりもブロックの全体的な値段が高くなり、すぐ隣の島にブロックを置いて移動できるトレジャーウォーズと比較して、レッドウォーズだと少し時間がかかるかもしれません。二つ目がダイヤモンドのツルハシです。トレジャーウォーズでは石と鉄のツルハシしか存在しなく、ダイヤモンドのツルハシはありませんでした。三つ目が黒曜石です。木材の隣にあり、少し見えにくいところに映っています。トレジャーウォーズで最も硬いブロックがエンドストーンでしたが、さらに硬いブロックが追加されるようです。ダイヤモンドのツルハシを追加したのは、この黒曜石を壊すためだと考えられますね。四つ目のチェーンと鉄のプレートはおそらく、今まで通り購入すると全装備が自動で装着されるのだと思います。新たな要素。三つ目の画像。三つ目の画像がこちらになります。看板にはチャレンジと書かれていて、これはレッドウォーズ専用のハブ、マイクロハブに登場するチャレンジマーチャントだと思います。このチャレンジマーチャントではシーズンクエストを受けることが可能で、クエストをクリアするとチャレンジメダルがもらえます。チャレンジメダルは特別な報酬を購入するのに使うことができ、様々なアイテムを獲得することができます。ソニックイベントに近いものになるかもしれません。シーズンはレッドウォーズが登場と同時に始まります。このシーズンがどういったテーマなのかはわかりませんが、春シーズンや海賊シーズンなどが来るかもしれません。また、右側の看板をよく見てみると、プレステージマスターと書かれています。レッドウォーズにもプレステージが早い段階で登場するのかもしれませんね。トレジャーウォーズはどうなる？レッドウォーズ登場と同時にトレジャーウォーズは削除されてしまいますが、ありがたいことにカスタムサーバーは残ります。なのでフレンドといつでもカスタムサーバーで遊ぶことができます。ちなみにレッドウォーズにもカスタムサーバーはしっかりと存在します。以上が今回のアップデート情報でした。皆さんのレッドウォーズに関する予想や考察などがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。